はい、やってまいりました、えー、河原職人のヒーローにインタビューの時間ですこの番組は様々な分野の専門家をゲストにお迎えし暮らしに役立つ情報を発信する番組です専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので少しでも生活に活かしてもらえれば幸いですまた僕らの本職は屋根の職人ですので番組中にただ舌を噛むことがありますが 現場目線で役立つ情報を発信していきますので最後までお付き合いください過去の放送も YouTube で見れますシュレ類ホームで、えー、検索してみてくださいこの番組は屋根と漆喰のことならシュレ類ホームの株式会社シュレ類ホームがお送りいたします本日のパーソナリティは、えー、私池田でお送りいたします、えー、本日のゲスト、えー、中森 FP 事務所 の、えー、中森一徹さんをお招きしていますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、中森さんは、はい、えとうちの社長西島の方とつながって、えー、スマートリノベーションという、はいえー、画期的な、えー、リフォームの、はいえー、プランの、えー、内部のファイナンシャルプランナーそうです、ね、ということで えー、携わらせていただいているんですけどもえった、と、ん CM を挟んで、えー、詳しくお話を聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 作る味噌シフォンケニ工房生活壮楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは普天間から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティーマおかげさまで15周年これからも地域とともにあなたの人生に輝きを。 たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人、悩んでいる人一度訪れてみてください988-4782沖縄ベタニアチャージハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ ツーリングの休憩所にハーレーカフェハーーレ見るならハーレーカフェ毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハーレーカフェゴ GO!「ムービン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 」「引っ越しするならムービン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 」「県内県外ムービン」「お部屋の片付けに物つのあずかりムービン沖縄引っ越しセンター」 七七五続いては軽自動車の時代長浜モータースズキの新型ソリュほか。長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター えー、ただいまの時間は、えー、屋根と漆喰のことなら主礼ホームがお送りしています、えー、河原職人のヒーローにインタビューの時間です、えー、本日は主礼、えー、ホームの方でもお世話になっているスマートリノベーションの、えー、ファイナンシャルプランナー中森 FP 事務所の中森一徹さんに、えー、来ていただいています改めてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします えー、スマートリノベーションというシステムなんですけども0円でリフォームができてしまうかもしれないという夢のようなプランでうちも加盟店として、はいえー、参加させていただいているんですけども、はいえー、スマートリノベーションについて、えー、と少しお話しさせていただきます。 えとスマートリニメーションというのは、えー、10年前、えー、5年前、えー、など、えー、昔、えー、お家を購入された方金利が高い時期に、えー、お家を購入された方の金利を、えー、借り換えなどで変更することによって、えー、浮いたお金をリフォームに充てて 実質負担額がものすごく低い、もしくは0円でリフォームができてしまうという夢のようなリフォームのプランのことになります。気になる方はスマートリノベーション .jp で検索できますのでよかったら見てみてください。お問い合わせは0120980510になります。 えー、気になる方は、えー、とお問い合わせください、えー、では、えー、と本日のゲスト中森哲さんに、えー、質問をさせていただきたいと思います、はいえー、まず、えー、とフ,ァイナルファイナンシャルプランナーというのはそもそも何をする仕事かというのを実はあんまり知らない人が多いと思うんですけども えー、ファイナンシャルプランナーというのはどういうお仕事になるんでしょうか。そうですね。あのファイナンシャルプランナーってまあ最近まあ全国的に非常に普及をしてきてはいるんですけど、まあ一言で言うと、えー、お金の専門家です。お金の専門家。家、はい、で、まあ人間人が生きていく生活していく中で、まあ家計の問題、はいえー、教育資金の問題、はい、保険、あとまあ一番大きな住宅の購入。はい。 でその後の住宅ローンの返済であったり、はい、まあ老後の資金さ、はい、まざまなお金が関わってくると思うんですね。はい、でそれらにはいろんなまあ税制であったりとか、はい、まあ社会保険制度であったりとか、はいえー、いろんな制度が絡んでいって人それぞれがどういう選択をするかによって、はい、まあお金が大きく、まあ、金額的にも将来的にも、うん、まあ変わってくるっていう今 時代なので非常にに複雑になってきてきる世の中だと思うんですねそれらを、まあえーまあ、皆さんも不安に思っていること、はいまあ、多々あると思うんですけど、はい、そういったものの、まあ、問題点がどこにあるのか、はいえー、それをどう解決すればいいのか、はいえー、自分はどういうどういう選択をすれば、はいまあ、将来安心して暮らせるのかとか、うん、そういったものの まあ不安を解消してあげたりとか、はい、え問題を解決してあげるというのがまあファイナンシャルプランナーの仕事としてまあ私の方はやっておりりまますすあがとうございちょっと僕とかもあ,のあまり詳しくないんですけども、はい、あの実はここにもファイナンシャルプランナーいるんだよみたいな,、はい、あのなんか身近にも、うん 実はファイナンシャルプランナーがいたりとかもそうですかねはい、はい、あの実は資格を持ってる方自体は非常に多いです。はい、あそうなんです、ねはいえーまあ、日本 FP 協会というところが認定しているファイナンシャルプランナーだけでも全国に、えー、今20万人ぐらいいらっしゃいます。<laughs> お金のプロフェッショナルが20万人いるといがらというか その多くがその各いろんな企業に勤めてらっしゃってえファイナンシャルプランナーという資格を生かしたさまざまな例えば保険の業務であったりとかえ銀行の業務であったりとかまあ証券会社の仕事そちらをメインにしてえプラスその周辺知識をファイナンシャルプランナーの資格で補っているような。 感じの方が多くてですね、まあ、あと税理士の方、はいはい、え弁護士の方司法書士の方でもファイナンシャルプランナーの資格を持ってはい、はい、え税務以外の分野ですねお金に関わることもアドバイスできるような、うん、え幅広い知識を、うん、えファイナンシャルプランナーとしてお客様に情報を提供しているっていう方が、うん、まあ非常に多いですね。<ー>その中で、えー、こういった私は、まあ 聞かれたことはあるか分かんないんですけどあの独立系のファイナンシャルプランナーとしてさせていただいてるのは非常にちょっと少ないかなと企業側に立って、はい、えと消費者側というか、はい、一般人側の方に立って一般人を助けるようなファイナンシャルプランナーが少ないっていう考え方でいいんですかね あのお客様目線でお話しされていただける方は非常に多いですねまあファイナンシャルプランナーというまあ資格のまあ基本理念はまあお客様の利益第一っていうのは、はい、あ,あるので皆さんその気持ちでやるとは思うんですけどもただまあ僕も私も前職会社員の時に実はそのところで一番悩んで 時期がありますお客様の利益第一ではあるんですけど、はいえー、サラリーマンである以上、はいえー、会社の利益も考えないといけないと、はい、いうところで、まあ、頭を痛めた時期もあったので、はいはい、ここはだから100%お客様の利益のために、はいえー、動きたくても動けないというのが本音じゃないですかね、うん、企業にお勤めの方は。ありがとうございいます、はい ちょっと今、と少し触りがあったんですけれども、はいあの、この仕事を始める前、はい、えと不動産会社にお勤めだったということで、うちの社長、西島の方から、経緯が面白いので、質問してほしいということ、話がありまして、この仕事を始めた経緯と、もともとの不動産会社を辞めた理由など、詳しく教えていただけてもいいですか。<laughs> えーまあ、不動産会社といってもですね、えーまあ、土地の売買とかではなくて、はいえー、土地活用の提案がメインでした、はいはい、でその中でも、えー、建築の営業ですね建築の営業はい<ー>土地の活用を、えー、<ー>する中で、まあ、建築を建築してもらうことを進める、はいえー、特に一番多かったのはもアパートですねアパートの建築を進める営業を してたんですけどもその中でやっぱり土地活用なので将来的な、えー、相続とか、はい、相続税対策とかライフプランをしたりとか、はい、あと税金のお話とか、はい、いうのをしながら、まあ、いい建築計画ができればなということで、はいはい、提案をしてたんですけども、はい、あの金額がですね、はい 高いんですよやっぱりアパート1棟1億とかそ,そうですよね、えー、もう億とかいう契約をいただくんですけども長くやってるとですね、はいまあ、お客様とも仲良くなって、はい、お客様の家族構成とか考え方とか、はい、お気持ちなんかをより深く、はいえー、知ることも多くて、はい、でその中で、えー この方にとって1億もの借金をしてまでアパートをする必要があるのかと、はい、いうこともありました、はい、非常に。で、ただ営業マンとしては失格なんですね、それで進めないというのは。はい、なので、会社の、まあ、サラリーマン、給料もらっているので進めないといけないという、はい、まずそこで葛藤が一つ生まれました。そんな中であの まあ今は少ないと思うんですけどそんなにメリットの出ないその本当借り入れ借金だけしてえ非常にリスクの高い事業計画でも契約をしてしまってる方まあ同業他社さんとか同じ同僚の担当のお客さんでもたまにいらっしゃったんですね。なぜこの方は契約したんだろうと そんなにメリット出ないはずなのに。はい、っていうところで、まあ、疑問に思っていろいろ聞いてると、うん、あのやっぱりなんとなく良さそうに思えたとか話聞いてたらあの、まあ、ちょっと信頼できそうだったとか、うん、いう非常に漠然とした理由で1億もの借金をされている方がいらっしゃったのがすごく怖くなったというか。 そうですね相談する人いなかったのかと聞くと、はい、やっぱりそういう身内であの詳しい方が少ないとか例えば税理士さんであれば、まあ、税務上のアドバイスはできるけども、うん、トータル的なアドバイスが難しいとか、うん、いうことであの要は消費者側に立った、うんえー、中立構成以上に、うんえー、消費者側に立った。 えー、相談できる方っていうのが世の中には少ないんじゃないかなというのが、まあ、非常に感じててですね、はい、でそんな中でも営業もしづらくなり、はい、気持ち的にう会社のことよりお客さんのことをもう考えちゃってはい、はい、<laughs> なかなか営業ができなくなっちゃって、はい、もうこれは今後はもう会社の人間としてではなくて売り手ではなくて。はいはい 買い手側の消費者側の味方に立てるような仕事をえしていきたいと、はい、いうことを強く思いまして、はい、でどういうことがあるかというとやっぱりファイナンシャルプランナーっていう仕事がまあ非常に幅広い分野におけるまあプロフェッショナルな仕事なのでまあこれしかないなということで6年前に。 独立して、それからもずっと消費者側、購入者側の見方であるという信念で今やってますありがとうございます。素晴らしい。すみません、長くなりました。あのうち西島もあのモットは本当に会社の会社理念でも経営理念でもあるんですけど、あのお客様を喜ばせる。 まあ本当の意味でお客様が得するプランや工事、えー、その他企画などを提案し続ける会社でありたいというところで中森さんあのすごいあの素敵な方なのでということで、はい、今日ゲストに来ていただいてるので <laughs> ありがとうございます。はいはい ということで、はいえと、不動産屋さんから、えー、独立ファイナンシャルプランナーになったということですけれども、はい、えと実際、借り換えの仕組み、知ってる方もいるかとは思うんですけれども、金利に関することとか、はい、借り換えの仕組みについて少し、はい、あの伺ってもよろしいですかね。はいはい、あと例えば どうして安くなる、することができるのかということを少しお聞きしてもらえでしか、はいはい、そうですね、まあ、どうして安くできるのかというか、まあ、今、金利がですね、まあ、世の中、非常に低金利、はい、低金利と言われてはいるんですけども、えー、銀行の貸し出しするですね、まあ、住宅ローンのそもそもの基準金利と呼ばれているもの自体は、そんなに変わってないんですよ、はい、実は。 なので、えーまあ、例えば10年前に、はい、10, 10年前15年前に、えー、変動金利で借りた方、はい、例えば2%で借りた方ですね、はい、何もしてなければ、はい、ほとんど金利変わってないんですよ。はい、じゃあなぜ低金利なのかというと各銀行さんが、はい、あの優遇金利っていうのを設けてて例えば基準金利から、えー、2.1% 引き下げしますよとかと、はい、いうことでで、えー、実際のの借りるる金利が低く設定されてるですね、はい、今,、はいえー、今新規に新たに借りる方はだから安く借りれるんですけども、はい、昔から借りてる方はほぼ変わらない状況になってますはい<ー>なので「はい、あの借り換え」って言葉はですね何か住宅ローン今借りてるやつを他の銀行に変えるみたいな。 乗り換えるっていうイメージになっちゃうんですけど、はい、実はまあ変えるわけではなくて、はい、新しい他の銀行さんから、えー、お金を借りて、はい、今借りてる銀行に全部全額払っちゃうっていう仕組みなんですよ。住宅ローンを変えるんではなくて、はい、新しく借り換える。借り換える。はい、新しい銀行で借りて今のところを全部返すっていうのが。 借り替えののそそもそもの仕組みなんですよ、はい、なので新しい銀行で他の銀行で新しく借りる時に、はい、今新築で購入される方と同じように、はいえー、新規で住宅ローン借りるので、はいえー、じゃあ優遇金利は以前に比べて優遇金利が非常に大きいので、はいえー、10年前よりも安く借りれるケースが多いですよと。はーはーはー いうことですね。あそういうことなんですね。はい。ありがとうございます。借り換えによるメリットは、まあ一番はやっぱ金利になりますね。金利ですね。はい。金利というのはだいたい10年前15年前にお家を借りた方が、まあこのスマートリノベーションでもあの工事をしやすいあの。 安く工事をしやすいっていう話があったんですけど、はいはい、10年前15年前の、はい、その、えー、契約されている方の金利と今年、えー、借りた方の金利って大体どのぐらい違うんですかね。はい、えー、っと私のお客様で、えー、今まで住宅ローン、えー、一番高かった方が3.2%っていう方がいらっしゃいました。えー、3.2%、はい。これ20年前に借りた方で。うん えー、変動金利だったんですけど、はいえー、ほぼ何もしてない状態です金利の引き下げのお話とか相談とかされてなくて、はい、あと10年前に建てられた方123年前ですかね建、はい、てられた方が2.1%、えー、とっいう方いらっしゃいました1000<で>万で210万円ってことですよね1000万で210万円ってことだった あこれですね金利のですね <laughs>、はいえー、住宅ローンの場合の金利の、はいえー、計算でちょっとあの単純計算ではないんですねい。失礼しました、はい、<laughs> これはですね、はい、あの例えば1000万借りて2%であれば、はい、35年で借りたらですね、えー まあ、利息がトータルで391万と1000万円に対してはいこれ35年間でっていうことでこの金利の計算って、まあ、まあ長くなるんでちょ,ちょっとだけですねはいあの元利均等返済っていうのと、はい、元金均等返済っていう2種類あるんですよあっはい、はい、あっそうなんですね通常は大体多いのは元利均等って言ってあのあ<ー>毎月の返済額同じにしますよという 方が非常に多いですね毎月10万だったら10万ずっと払っていくっていう方が多いじゃないですか。はい、でこれってあの残高が何、えー、ていうんですかね最初のうちはですね例えば10万円返すんですけど、はい、その内訳の内訳として例えば元金部分が6万円とか、はい、利息その,の利息が4万円とか利息部分が非常に多いケースがあるんですね。 例えば10年20年返していくと同じ10万円でも元金に8万円とか利息が2万円という形であの毎年ですね払ってる額は一緒なんですけど払ってる利息は変わるんですこれちょっと仕組みとしては難しいんですけどだから単純計算で2%だから200万だっていうことではなくでではないんすだから金利の計算ってそこがちょっと難しいところですね。 あ、そうなんです、ね。はい、はい。ありがとうございます。はい、えー、この金利じゃなくて借り換えなんですけど、はいはい、えっと自分で例えば、はい、あの借り換えをやることっていうのはできるので、ねはいはい。あ、これは十分できます。あ,すね、あの借り換えをやるということだけであれば、うんあのまあ比較的誰でもできます。あ、そうなんですね。はい あのファイナンスナシャルプラ,プランナーがそこで、はいえっと、需要があるっていうのは、はいえっと、より低金利のところにあっ、はいえー、してもらったりとか、はい、そういうことが可能だということですかね。あそれも一つありますしうう <laughs> あとは、その借り換えをすることによってどれだけメリットが出るかっていうのも把握できます。はい、あの借りりえすると言ってもお話し,した通り 新しくお金を借りるっていうことなので、はいえー、その時の例えば保証料だったりとか、はい、登記費用とか諸、はいえー、費用がかかるんですね、はい、なのであのただで借り換えできるわけではないのでお金がかかるのでじゃあそのお金をかけてまでも、えー、借り換えするメリットがあるのかどうかとか、はい、あとあの最近多いのはですねあの住宅ローンが非常に複雑になってきてまして、はいはい <laughs> 特にあの団体信用生命保険と呼ばれる、はい、あの住宅ローン借りていらっしゃる方は、はいあまあ、ご存知の方が、まあ、ご存知でないとおかしいんですけど、はい、あの団体信用生命保険に入っているはずなんですね、はい、一部金融機関を除いて、はい、大体入らないといけないと。はいはい、でこれ通常昔はですね、まあ、借りてる方が亡くなられたり、はい、行動障害になった時に、はい、まあ保険が下りて。はい えそれで住宅ローン全額返済しますよっていう万が一のための保険だったんですけどこれがですね最近はそのいろんな特約が出てきてがんになったらがんと診断されたらもう借金ゼロですよとかえ三大疾病でえ所定の条件満たしたらゼロですよとかえ1年間働けない状態だったらえ借金ゼロになりますよとかでそういう特約が出てきて。 これがまた金融機関とか男子の種類によって保証の内容がやっぱり違うんですねなので金利が低い方がいいのか金利が多少高くてもそういった保証が充実してる方がいいのかあとはたまた金利は下がったけれども例えば子どもさんの教育資金がかかって負担が大きいのでトータルの 利息を下げるのも大事だけど、はい、目先の月々の返済を減らしたいという方であれば、はいはい、期間をちょっと伸ばしてですね、はい、借りてる期間を伸ばして、はいえー、月々の返済額をちょっと低く、はいえー、するっていうことも、まあ、不可能ではないのでいろんな借り換えの方法があるんですよ。うんうん、期間をを伸ばししたたりり短くの特約を 増やしたりとか、はい、だからそれってあの正直損得では考えられない分野なのでそれはそれぞれやっぱり比較したりとか、うん、自分どれが自分に合ってるのかなという、はい、この判断をしやすい情報を提供できるのがファイナンシャルプランナーに相談するメリットではないかなと。うん 自分で調べても、はい、1>, 1個2個調べて内容を把握するのにあのものすごい時間がかかるし知識も、はい、あ,のある程度ないと難しいです今、このご時世ですから罠ではないですけど実はここは保証がついてなくて <laughs> 病気になったときに困っちゃったとか、はい、あの借り換えの金利だけ見て契約し直してしまうとはい、はい、そういうこともありえるってことですよね。 そうですね、うん、あとはその以前入ってたその男子のえ特約先ほど言ったの病気になったらえ保証されるというような特約がやっぱりその以前とまた変わってたりするので借り換えをすることによってまあ今つけてる男子の保証が変わってしまうという可能性があったりまあ,あと健康状態によってはその同じ保証がつけれないとかいうケースも 出てくるので、はい、まあその辺は、まはあ、各金融機関でまた審査の基準が違ったりとか、はい、いうこともあるので、はい、それはなかなかご自分でやるとなるとすべての金融機関回ってすべ、はいえー、ての金融機関の内容条件を比較して、はいえー、シミュレーションを作って <laughs> <laughs> どれだけメリットあるのかっていうのなかなか大変な作業だと思います、ね、そうですよねな、はい、なかなかできるものではないですね。はいはいうん ありがとうございます。はい、えっとまたあの、えー、住宅ローンのお話なんですけど、はい、えっとアパート、えー、マンションなどの大家さんの方も借り換えをすることは、要は住宅ローンでは,はまた違うんですよね。はい、そうですね。のアパート経営されている方なども借り換えは可能でしょうか、はいはい。まあ十分可能ですね。はい。うんむしろあのアパートを えー、建築された方、あのはい、アパート、まあ、私、FP 事務所の業務として、はい、まあアパート建築を新たにする方のサポートだとか、はい、新築物件の資金計画のサポートもさせていただいてるんですけども、はい、アパート新築で建てられた方に、はい、まあよく言うのは、あの新築建築して 1>、はいえー、1年後ぐらいに借り換え、もしくは金利の引き下げ。はい の交渉を、はいえー、されてみてみははいいかかがでしょうかと、はい、いうと話やっぱりアパ,アパートの場合だと、はい、このアパートの入居状況であったりとか、はい、あ事業性だとか、はい、そういったところが一番重視されるので、うん、例えば、まあ、今ちょっと満室で、えー、収支がいいなという時期であったりとか、はいはい、そういう時なんかはちょっと金利を引き下げよう。 えー、借り替えでですね、はい、金利低く設定してもらうっていうこともできると思うんですね。それもじゃあその経営状況によってさまざまな提案が、はい、あファイナンシャルプランナーを通してだったらできるっていうことですね。例えば空室がまあ2部屋3部屋ある状態で、はい、えちょっとこう返済がきついと、はい、じゃあ借り換えでもうちょっと安くならないかなと。はい いうことで先に借り換えするよりも、はい、えそこはまずはどうにかあの空室を埋める努力をしたで、はでやる方が有利になるケースもありますね。うとそうしましたら、えー、一旦たん CM を挟んで、はいえー、ちょっとスマートリノベーションの方に、えー、フォーカスしてお話をしていきたいと思います。えー 中森さんの、えー、ファイナンシャルプランナーの、えー、ごめんなさい <laughs> 中森 FP 事務所に、えー、問い合わせされたい方は、えー、問い合わせ番号0989962662、えー、中,中森 FP.com の方に、えー、ぜひ、えー、アクセスしてみてくださいでは一旦 CM を挟みたいと思います お母さんの幸せそれは家族の幸せ私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます笑顔と真心を込めてお問い合わせは9「9 3 7 1 1 1 1アイレディースクリニック。 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね ヤンバルの豊かな自然で育った味も香りも抜群のジューシーなチキンにんにくの香ばしさがもう最高うちの誕生日には欠かせないよね明るくって可愛いお店は笑顔がいっぱい私にとってのパワースポットギノワン市神山にんにくの看板が目印です鶏の丸焼き専門店コケコッコハウス女性はいつだって綺麗でいたいエステティックサロンルカはそんなあなたの美をお手伝いしますくつろぎの空間で施すフェイシャルエステ まつげエクステ。まずはお電話にて無料カウンセリングのご予約を8 9 3三3 3 3 1エステティックサロンルカ技能テン。企業不動産交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根智博へあなたの抱えている問題悩み事中曽根智博にお聞かせくださいすぐに弁護士に相談が解決の鍵。沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽根智博で検索 あなたの大切な方の見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい。そんな願いを叶えます。電話番号は八九二八六八八。安心事前のご相談は葬儀社新家へ。はい、えー、株式会社シュレーフームがお送りしてます。河原職人のヒーローにインタビューの時間です。えー、本日は中森 FP 事務所の中森。 一徹さんをお招きしています、えー、この後も、えー、生活に役立つ情報を発信していきますので最後までお付き合いくださいよろしくお願いします、えー、改めまして、えー、中森さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっとー、まずちょっとえっ、ー、とスマートリノベーションの実,実際の、えー、過去の事例についてちょっとお話しさせていただきます、えー キッチン浴室の、えー、施工費150万円の、えー、工事をされた方の事例ですね、もともとの、えー、住宅ローンの、えー、残債額が、はいえー、1500万円、えー、金利率が2.4%の、えー、方が、えー 中森さんのような、えー、ファイナンシャルプランナーの方にお願いして、えー、スマートリノベーションで工事した事例なんですけども、えー、金利率が2.4%から0.875%まで、えー、下がって、えー、金利総額がもともと370万円だったところが、えー、金利総額が、えー リフ,ォームリフォーム金額を合わせて145万円まで下がって、えー、月々の支払いが8万2000円から8万1000円に下がるという150万円の工事をして、えー、月々の支払いが1000円下がっているという、えー、0円どころかマイナスになるという事例もあるようです。<laughs> ですね、はい、はいえー まあ,あと,、えー、と、スマートリノベーション .jp の方に、えー、ホームページの方に事例紹介というのが、えー、いくつか紹介されてますので、えー、ぜひスマートリノベーション .jp の方、えー、ご覧いただきたいと思うんですけども、えー、詳しいことは0120-980-510にお、えー、気軽にお問い合わせください。えっ、ー、と、この金利なんですけども、えー 下がらないっってていいうことってあるんですかね、はい、下がらない、まあうん、例えばあの、はい、10年前、はい、5年前10年前15年前ぐらいの、はい、少し前に借りた方の方が、はい、落ちる率があの幅が広いっていう話は伺ってるんですけど5年前10年前の人で、はい、えと下がらないケースっていうのはあるんですかね えーまあ、その住宅ローンとしての審査に通った上で、はい、金利が、えーまあ、下げきれないっていう方はそん,そんな多くはないですねあです、まあ、審査に通るか通らないかっていうところがまあ一番っていうのとあと、えーまあ、本当も直近で,です、ねはい、借りた方、はい、もうそもそも,もう去年、おととし結構低い金利で。 1%,、はい、1切る金利で借りてる方なんかだと、まあ、それから下げるというのは結構大変な作業になるかと思いますね不可能じゃないですけど 1%, 1を切っていなかったら、はいはい、方法下がるって考えてこれもですねこの個別対応になってくるので、うん、あとはあの気をつけないといけないのはそのい例えば1% 1.1%ていう方であっても、はい、これがあの先ほどちょっと話出た、えー、団体信用生命保険の、はいえー、保証の上乗せをしているかどうか、はい、特約をつけると、ですね、保証を上乗せすると、プラス0.2%とか、プラス0.3%とか、も、はい、ともと、はい、の金利にちょっと金利を上乗せされるんですね。うん、なので 1.1%、1.2%で金利高い、ちょっと高いんじゃないかと思ってても、うん、実はもう0.8%とか、0.9%の金利で、はい、そこに男子の保証の上乗せが乗ってるっていう、だからちょっと高く感じちゃうっていう方も、中にはいらっしゃるんですけど。うん、プラス生命保険に入っているという考え方でいいですか。 とか、まあ逆にえちょっと下げるの難しいっていうのは、その個別で中身見ていかないと,ちょっと判断はできない。うん、はい。はい、ありがとうございます。えー、この実際ゼロ円でリフォームをしててしまっているえ方も。 続々出ている、えー、夢のようなプランのスマートリノベーションなんですけども、はい、えと本日は、まあ、中森 FP 事務所の中森さんに来ていただいているのでちょっと違うことも伺っていきたいなと、はいえー、思います、はいえと。先ほどちょっとお話しあったんですけど、えー、太陽光パネル、はい、いや例えばトイレを改装したいとか。はいはいはい えー、昔の、えー、お風呂をユニットバスにしたりとか、はい、あのそういった、えー、ものも、はいえー、工事費用も、はい、住宅ローンに組み込むことができるっていう話を聞いたんですけれどもそうですね、あのこれは、まあ、厳密に言うと金融機関によって異なるんですけども。はい あの住宅ローンの、まあ、これ一つの商品として、はい、各銀行さんが出している住宅ローンを、えー、借り入れできる、えー、範囲っていうのが、はい、ある程度定められてるんですね。はいえー、どこまでだったらもう単純に土地と建物だけだったらいいですよとか外交工事とか、えー、あと先ほどの太陽光パネルとか、うんえー、そういったさまざまな住宅に付属する 関連する付属設備も住宅ローンのえー範囲に含めていいですよっていうのが決められててこれが最近ですね非常に幅が広くなってきてはいますはい各銀行さんで太陽光パネルもまあ住宅家庭用のパネルであればまあ住宅関連のものとして住宅ローンにえー入れるということは十分可能ではない 例えば10年支払いをもう開始してから10年経つ人がそこに太陽光パネルをつけたいということでもこれも住宅ローンとして、うん、あの借り換えをするのであれば新、うんまあ、新ししい新規の住宅ローンととて含めることはできます、うん、今既存で借りてる住宅ローンにあの上乗せするっていうのは難しいんですけども,、はい、もう全く新しい住宅ローンとしてであれば。 これはは十分可能ではありりますねうんありがと、うございます、はい、あと、あのーえー、アパート経営されている方、沖縄もたくさんいらっしゃると思うんですけど、住宅ローンに切り替えることができる、はい、あの裏技があるということだったんですけど、ど、はい、はいはい、そうですね、これ,、あのーこれ沖縄の、沖縄だけじゃないかなと思いますね、沖縄の特例として。はいはい あの住宅ローンってそもそも、まあ、住宅のためのローンなので、はい、アパートと言われるこの事業性のあるものに対しては適用されないっていうのが一般的なんですけど、はい、ただ住宅付きのアパート住宅併用型のアパートって結構あるじゃないですかそういうものに対しては、まあ、住宅が2分の1半分以上住宅だったら、はい、まあこれ住宅として見ていいんじゃないのか。 っていう観点で、はい、全国的にはその2分の1以上住宅例えば2階建てで1階が住宅の物件とかであればもうこれ住宅ローンで、はいえー、いいよというのが一般的なんですけども、はい、沖縄はそういった物件が非常に多くて、はい、まあ特例なぜこうなったのか分かんないですけど、はいえー、住宅が3分の1以上あれば、はい、もう住宅ローンでいいですよというところが多いですね。はい なので、えー、3階建ての建物で1階が住宅、はいはい、2>, 2階、3階がアパートで賃貸として貸してる、はいる物件であれば、まあ、3分の1を超えてる可能性が高いので住宅ローンで借り換えができる可能性が十分ありますうん、うんはい、それも借り換えだからファイナンシャルプランナーを通してやることでより低い金利にできる。 可能性があるということ。まあそういったお話も金融機関の方にすることは可能です。ありがとうございます、はい <coughs>。なんか知らないことがあると、<coughs> ものすごいお金がね、<laughs> 無駄なお金を払っているっていうことが、ね。そうですね。あのまああと今住宅ローンでっていう話の中で、はい、実はあの一つまあ住宅ローンに借り換えができるこれすごいね、金利じゃあ。 住宅ローンの金利が適用だだから低くできるんだねっていうそこは気づくと思うんですけどもう一つあるんですね、はい、あのアパートローンって基本的に男子に入ってないんですよ団体信用生命保険なのでアパートローンを借りてる方が万が一亡くなられてしまってもまあ収益物件として残るんですけど借金も残るっていうケースがほとんどです。 男子につけるんだったらプラスの金利つけたりまあ最近では実は金利は乗せなしで貸してくれるところもあるんですけど、うん、あ住宅ローンの場合アパートローンただこれもやっぱり死亡と行動障害だけですねもちろん、はい、なんですけど住宅ローンで,で、はい、えーこういった収益物件を借りれる場合、はい、住宅ローンなので、はい、当然その年齢とか健康状態条件満たせば、はい えー、先ほど出た特約のがん、はい、と診断されたら借金なくなるとか <laughs>、はい、三大疾病で、はいえー、所定の条件になったら、はい、借金なくなるとかうんそういう特約をつけることが、はい できるんですね。うん、より安心ですね。こはね。こちらのメリットも非常に大きいかなと。まあ、これにはちょっとできるかできないかっていうのは条件が。はい、やっぱりあるので。そうです。あの、すべての話、あの、みんなができるっていうわけではないですよね。その状態。え健康状態だったりとか、条件を満たしてないとできないということですよね。はい、ありがとうございます。今、あの、まあ、守礼ホームの方でも、あの。大家の会っていう。 まあ、一つの団体の方と、はい、えっと。絡みがありますので、はい、あの。ぜひ、あの三分の一を満たしている方は、はいはい、住宅ローンに切り替えて。無駄なお金を。そうですね。払わないようにしていただきたいと思います。登記簿登本取っていただいて、登記 <laughs>、はい、上の面積で大体判断されることが多いので。ああ、そうなんですね。はい、まずは。うん、それをたらいく方。そちらの場合は、はい、えー、スマートリノベーションではなくて、えー、中森。

可能性があるというと。あ、そうですね。ねこれはもう私のお客様でもえ何名もいらっしゃいますね。あ,あ、そうなんです、ね。はい。あの元々がまあ10年前に渡られた方で、まあ金利がそうですね下がってきたまあ5、6年ぐらい前に一度金融機関からの提案で金利引き下げてもらった方とか、あとまあ実際借り換えをして金利下げられた方も、はい、もう ここまた2、3年でさらに新規の金利というのは下がってきているところもあるのであの去年、おとと三3年前に、えー、借り換えされた方が、えー、また去年、借り換えをしました。はい、なので、えーとま、だ2年あ、1年かぐらいでされた方もいらっしゃいますね。<laughs> うん、はあ。はい、それで、えー、とざっくりですけど、はい、結構得になるんですかね。 これはですね、この方のやっぱり、家庭の状況にもよるんですね残金、残債額んねそうですね、総額利息の総額を少なくしたいというよりも、この方、建てた当時は子供も小さかったけども、今、大きくなって、今後、教育資金がかかってくると、月々の返済負担がちょっときつくなってきたので、どうにかしたい。 はい、で金利が下がって、まあ、1回下げてもらったんですけど、はい、まあ再度お話しして、はい、まあ下げられはしたんですけどねその時にもう一つあの期間を延ばしましたね、はい、あの期間をちょっと延ばしてもらって、うん、で月々の返済負担を、うんえー、減らしたと、はい、で期間延ばしたら通常、えー、金利利息払う利息って増えちゃうんですけど、はい、金利も一緒に下げてもらったので。<laughs> あの今までの利息総額はあまり変わらずに、はい、期間だけ伸ばしたような月々の負担も減,ら減ったっていう、はいえー、事例は実際あります、うんはい、なのであの金利を下げる目的っていうのも、はい、によってはもう本当に少ししか下がらなくてもうん、うん、借り換えで金利下げたり、はい、期間変えたりとか、はい、そういうのでまた違ったメリットが出るケースも、うん あるので 1>,、はい、まあ1回2回3回目もあるかもしれないですね, <laughs> ですね <laughs> もしかしたら、はい、その,であの生活スタイルによっては、はい、あの今5万円、まあ、10万円払ってる支払いが4万円に下がったら9万円に下がったら、はい、あのすごく楽なんだけどっていう方もいらっしゃいますもんねうんそうですねうんありがとうございます、はい、えとあと残りが 割と少なくなってきてるんですけどもえー、と中森さんの、えー、職業で、はいえー、6年間 FP をやっていて、はい、ええー、面白かったこととか、はい、なんかものすごい事件があったとか喜びを感じたこととかでもはい、はい、構わないんですけど。はい なんかあの面白い話があればちょっと聞かせてもらいたいなと <laughs> 面白い話, <laughs> 面,白い話面白い話というか面白い話というかえちょっと苦労した話はいうのがあっね私あの住宅の新築の際の <laughs> <はい S 2> トータルのサポート業務っていうのもさせていただいてるんですね一番初歩的なとこでいくともう土地探しから始まって <はい S 2> <laughs> あと建築計画資金計画、はい、あと銀行選び、はい、あと保険の見直しっていうものをずっと寄り添ってサポートしていくと、はいでまあ、銀行さん行ったり設計士の方と一緒に打ち合わせしたり、はい、まあ日程の、えー、調整をしたりとか、はい、まあ完成までずっと寄り添ってやるっていうのがあるんですけども、ね、これをそもそも始めたきっかけが、はいえー、東京にお住まいの方が、はいえー、実家が沖縄にあると。 で実家の隣に家を新築して、はい、沖縄に戻ってきたいっていう相談があったんですね。はいはい、ただ東京にお住まいなので、はい、こちらで動けないと、はい、なかなかそんな頻繁に来れないので、はい、帰ってきてから作るのではなくて完成してから戻ってきたいっていうだったんですよ。それでこれは電話とメールとこの来た戻って来られた時の相談だけでは。はい 到底難しいともう代行できる部分は代行でうん、うん、もうトータルでこっちでサポートしてこっちで動ける分は動こうというのがきっかけで始まったサービスではあるんですけど、はいはい、この初っ端の最初の案件が非常に難しくてですね、はい、あのちょっと気をつけないといけないのが、はい、まあ沖縄多いと思うんですね実家に増築して、はい、増築で息子さんが住宅を。 え新築する新築ではないですね増築、はい、っていうケースまあ少なくないと思うんですよ。そうです、多いですよね。実家の庭が空いてるから、はい、そこに増築しようと。はい、で、住宅ローン控除って聞かれたことあるあります？あの住宅ローンを、えー、借りてる方は、まあ条件満たせばこの借り入れ残高の一パーセントが年間の所得税から控除されるっていう。はい だから例えば3000万の住宅ローンが残ってる方であればその1%の30万円を上限に1年間支払った所得税が返ってくるんですね。これ10年間返ってくるんですよこういう制度があるんです。トータルで最大300万返ってくるっていう制度があるんですけどこれ実家に増築する場合はですね増築の場合はもともとの住宅 の名義の方、はい、お父さんの実家にお父さん名義の建物に息子さんが増築して、はい、息子さんが住宅ローン借りても、はい、これが増築だと、はい、住宅ローン控除を受けれないっていう制度なんですねちょっとややこしいんですけどなのでこれは増築でやっちゃまずいなという話になりましてあはいはい あ銀行の、えー、融資上はです、ね、この実家の増,増改築も含んでたので、はい、増築にしてもらった方が融資しやすいって言われて、はい、どっちがいいんだと税制を取るのか、はい、銀行の条件を取るのか、はいでまあ、最終的には増築でやろうと思ったらこの今の住宅が、うん、まあ昔建てられた住宅なので、うんはい、今の建築基準法を満たしてないっていう建物だったんです。うん なのでこれ増築するとなるともう大掛かりな今の住宅も現在の建築基準法にえ適合させないといけない大規模工事を行わないといけないというものだったのでまあこれちょっともう分けて増築じゃなくて新築として建てようという結論に至ったんですけどあの FP の僕この仕事やっててまあこういうケース結構あってですね税制的には A がいい。 でも、えー、設計上は B がいい <laughs> みたいな <laughs> ははは保険上は C がいいとかいう見る角度を変えれば、はい、それぞれメリットデメリットが異なるのでここをまあ選択していくのは非常に難しいです、ね。<ー>なのでネットに載ってる情報だとか、はいえー、雑誌に載ってる情報っていうのは、はい 間違ってはないんですけどそれが、えー、その方に合ってるかどうかっていうのが一番大事なところなので、はいえー、毎回、まあ、そこで僕自身も悩むところですね。あーー銀行選びもそうですねプロも、まはい、悩むことはあの雑誌の情報だけでは決めない方がむしろ例えば銀行さんが5つあってですね。うん、A という銀行が 一番いいですよなんて発言したら他の4つの銀行いらなくなっちゃうじゃないですかでも僕のお客様でも各いろんな金融機関比較した上で最後に選ばれたのがやっぱりバラバラですこれは条件的なもの内容的なものがまあいい悪いっていうのもあるんですけど合う合わないっていうところが一番多いのでそこが。 難し,い難しいではありますけどう今回、えー、中森 FP 事務所の、えー、中森哲さんをお招きしているんですけども、えー、お金のプロフェッショナル、えー、消費者側の立場に立って、あのー、独立型の、えー、ファイナンシャルプランナーを行っている中森哲さんの方、えー、に。 何か依頼なりお問い合わせされたい方は、えー、中森 FP.com の方にアクセスをぜひお願いします、はい、ではちょっとあと30秒しかないんですけど、えー、中森さんにとって、はいえー、FP という仕事はどういう仕事でしょうか <laughs>、えー、お願いしますまあより良い生活人生を歩むために手助けできる、はい 最高の仕事だと思います。はい、ありがとうございます。これからもあの消費者側、えー、の、えー、方が、えー、より良い生活をできるようなサポートをしていってください。はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。<laughs> はい、ありがとうございました。